今回の3分で〇〇チャンネルは、どうしてこうなった、劣化したと噂される芸能人をご紹介します。それではどうぞ。まずはこの方、北野キーさんです。北野キーさんは、ドラマ、ライフや、朝ドラ、夏空に出演したことで話題となった女優さんです。少女のような美貌で、人気の北野キーさんでしたが、一体、どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。北野キーさんは激太りが話題になり、たまにテレビで見かけても誰だかわからなかったと思う人も多いようです。ただ少し痩せればまた前のような可憐な雰囲気になるかもしれませんね。続いてはこの方、カホさんです。実力派女優として様々な作品で出演してきたカホさん、デビューし始めの頃はあどけない少女のような雰囲気が印象的でしたが、一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。カホさんは最近劣化が激しいと話題になったりしますが、おそらく髪型やメイクの影響も大きいんじゃないかなと思います。ただ女優としては素敵な演技をされるので補うほどの魅力はありますね。続いてはこの方、伊藤優子さんです。女優だけでなくモデルやタレントとしても活躍している伊藤優子さん、最近は以前と比べてテレビで見かける機会は少なくなりましたが、一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。透明感がありボーイッシュ、元気はつらつなイメージだった伊藤優子さんでしたが、久しぶりにテレビに姿を現した時、あまりの劣化ぶりに驚く視聴者が多かったようです。続いてはこの方、長谷川京子さんです。長谷京の愛称で親しまれていた長谷川京子さん、モデルとして人気を博し、その後は主に女優として活躍されています。一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。長谷川京子さんはどこか唇が変わったような気が、あくまでも噂なので皆さんはどう思いますか。最後はこの方、市原隼人さんです。ドラマ「ウォーターボーイズ2」や「ブーキーズ」で主演を務め一躍注目を浴びた市原隼人さん、現在では年齢を重ねたこともあり、当初のような青年役ではなく父親役などを演じることも増えてきていますが、一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。市原隼人さんは最近徐々に劣化してきていると言われています。顔というよりも気になるのは髪の毛ですね。もう少し顔立ちに合った髪型にすれば若々しさを取り戻せるかもしれませんね。今回の動画はいかがでしたか。少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタンしていただけたら動画を作る励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。